ファールンはスウェーデン中部ダーラナ地方のファールン市にある地区。1971年に周辺6自治体と合併してファールン市となった。この区域は面積26.40平方キロメートルで36,500人の人々が住み、市全体では5万5,000人、都市圏全体では10万人近い人々が住む。ファールンには スウェーデンの銅生産を支えた大銅山がかつて存在し、その地域はファールンの大銅山地域として2001年にユネスコの世界遺産に登録されている。ファールンの銅山は1992年に閉鎖されたが、それでもなお、この地域の重要な産業の中心地である。ファールンに残る大聖堂ファールンの歴史は1200年代の半ばに、 始まる。この頃には、すでに、銅の産出が始まっており、14世紀には、市街地が形成され、市場が開催されていた。現在、ヘルシンキに本社を置くストラエンソが1347年に、創業した企業だと信じられているのもファールンにおける、採掘と深い関係がある。1347年とは、マグヌス4世が、ストラエンソの前身であるストラ。 コッパルベリーに特許状を与えた都市である。ただし、ストラエンソがこの都市に創業されたということを、現在の会社組織と同様に考えると、大きな誤解のもととなるため、注意が必要である。当時の会社組織は、オーナー軍の所有物であり、彼らは、資金、採掘に必要な道具、建築物を共有することで、会社の運営を行っていた。また、教室、 共有ということに依存する形で施設を使用することができ、利益も貢献した分、均等に受け取った。1641年、ファールンは特権を獲得することに成功した。この頃には、ファールンはスウェーデンで最大規模の都市に成長を遂げていた。1992年まで採掘が続けられた銅山とファールンの旧市街には、 17世紀後半から19世紀にかけて作られた工場、管理事務所、採掘工といった鉱山施設、17世紀に建設された聖堂が残る。なお、ファールンの大洞山地域はその名の通り、ファールンを中心として、半径1 0トル圏内は、陽光路用の木材供給地としてマーキングされており、その箇所は、旧洞山併設の博物館で確認できる。 また、国民的画家として、有名なカール・ラーションが、アトリエ県居住区を構えていた、スンドボーン近辺まで、スラグ跡を確認することができる。旧道山の道口を挟んだ向かい側には、残紙を固めて作ったブロックで作られた、建造物が存在する。ファールンは、今日では、ダーラナ大学がある都市として知られる。スポーツ分野において、ファールンで最も盛んなスポーツは、 バンディで、ファール BS は、長い間、スウェーデンのトップリーグで活動している。また、IBF ファールンと呼ばれる、フロアボールのチームも、また、男女共に、現在もトップの地位を占めている。ファールン市内ルグネットにあるファールンスタディオンは、スウェーデンスキーゲームが、毎年、開催される会場であるが、この会場では、過去3回、FIS が主催する。 ノルディックスキー世界選手権が開催された。2015年には4度目の世界選手権が開催されることが決まっている。また、1981年にはカルガリーと冬季オリンピックの開催を争い、敗れた経験を持つ。ファールンは1986年に争われた1992年の冬季オリンピック招致でも、フランスのアルベールビルに敗れた。 ファールン赤で塗られた、スウェーデンの伝統的な木造家屋ファールンで産出された鉄や銅から抽出された副産品は現在でも顔料として利用されており、ファールン赤と呼ばれる顔料は国内的にもよく知られており、木造建築の塗装に用いられている文化的にも重要なものである。銅山カールラーションのイエスキージャンプ台、この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。